皆さんこんにちは。元宝塚男役現役アイドル AA の30歳あやはねまやです。今回はね、宝塚に今日も来ているんですけれども、いつもとは違う景色でございます。こんな感じ、こんな感じです。で、私が今来ているねところは、いつもの通ってね、よく動画にも映してる橋がこれなんですよ。これが宝塚大橋っていうね橋なんですけれども、それより一本宝塚駅側、もうここがね阪急宝塚駅です。宝塚駅側にある橋のところに来ております。ちょっと人がねいっぱいいるので、ちょっと微妙に変なアングルになっちゃって申し訳ないんですけど、なんでここに来てるかっていうと、じゃーん、ここにはですね若水っていう旅館があったり、このような宝塚温泉と書いてある温泉施設があります。で、宝塚っていうのはもともと宝塚、この大劇場があってね、歌劇団が立つ前まではね温泉街として結構たくさんの方が観光に来られていた場所だったそうです。だからね温泉が出るんですよ。もうこの辺はね温泉が湧いてるの。だから温泉の施設もあったりして、温水プールとかもあったりします。で、宝塚がなんでできたかっていうと、これですね、大劇場なんでできたかっていうと、もともとその温泉街だったところの温泉施設に、もう100年前にはね本当に珍しかった温水プールの施設を作ったんですけど、工事に失敗して温水プールが夏でも冷たかったそうです。それであまり流行らなくって、そこの施設を早々に閉めた、その場所がもったいないというところで、小林一三先生が考えて劇場を建ててみて、でそこで宝塚少女歌劇どんぶらこっていう第1回目を公演したそうです。それがきっかけで大人気になりまして、宝塚はこのような大劇場を建てたり、このように街全体が歌劇の街になったということでございます。素敵でしょう、素敵なエピソードだったのでお話ししたくって、今日は近くでね仕事があったので、ちょっとこれだけ喋りに撮りに来てみました。髪の毛ボサボサ。さっきねシャンシャンのベビーカステラ買ったんですよ。で、ルカさんともお話をしたりして、すごい宝塚トークをしたりもしてね、すごい楽しかったです。こういうね、食べ歩きとかできるものとかも結構売ってるので、いろいろ皆さん買ってこの辺の街を歩いてみるのもすごい楽しいのでおすすめです。ちょっとね街を歩くとね、そんなに都会じゃなくってこうのどかな街が広がっててね、お散歩するのもめっちゃいいしね、景色がいいんですよね。すごくこの辺をぜひ早めにとかね、宝塚見に来るついでに来てもらってね、歩くのもいいんじゃないかなって思います。ちょっと歩くと、ここが温泉なんですけど、その向かいがホテル若水で、ここね炭酸せんべいが売っていて、めっちゃ温泉感がありますね。ここにね蓬莱橋って書いてあるんですけどね、この橋蓬莱橋っぽい。これね、今渡ってきた橋がここです。蓬莱橋って言うんだ、知らなかった。ぜひね、この
向こう側の方じゃないこの宝塚の街もまたのどかでいいものなので、皆さん歩いてみてね。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ。